秋の交通安全運動が始まっています。栗原市では宮城県警と岩手県警が合同で安全運転を呼びかけるキャンペーンが行われました。飲酒運転しないでくださいね。キャンペーンは宮城県と岩手県にまたがる交通量の多い国道4号で行われ、県境に接する若柳警察署と岩手県警の一関警察署などからおよそ100人が参加しました。署員らは物流トラックや一般ドライバーにチラシを配りながら、飲酒運転や居眠り運転などへの注意を呼びかけました。ながら運転の禁止とはスピードに注意して、ドライバーの皆様には交通安全を意識して運転してもらいたいと思います。このキャンペーンは今年で30回目で、若柳警察署は月立警察署と統合する来年以降も続けていきたいとしています。